お父さん、法務大臣の死刑発言が問題になり辞職したんだってね。うん、そうなんだよ。お父さん、何が問題になったの？死刑のことを冗談に使ったんだよ。問題外のひどさだよ。死刑は深刻な問題だ。死刑と判決が降りるんだけど、判決には間違いの心配がある。冤罪と言うんだけど、間違った判決で無実の人が死刑されるって恐ろしいことだ。冤罪で免田事件が有名だよ。1948年に熊本で起きた事件で免田さんは死刑の判決を受けた。免田さんは刑務所から31年間も無罪を主張し続けて、やっとアリバイが認められ、1983年に無罪となった。お父さん、大変なことがあったんだね。警察も検察も裁判所も問題だった。人権は大事だよと憲法が言っているけれど、こんなひどいことがあったんだ。免田事件と同じ、熊本で同じ頃に問題になったのが水俣病だ。1956年に公式に確認された。水俣病って何なの？窒素という会社の水俣工場が有機水銀を垂れ流していた。有機水銀が水俣の多くの住民に被害をもたらした。水俣病は確認されているのに、被害者が訴えても工場の排水は止まらなかった。産業優先の中で被害が続いた。水俣病、被害者は憲法に守ってもらえなかったと言えるじゃないかな。ひどい話だね。お父さん、日本人はなんで憲法が違反を黙っているの？日本社会のありさま、君に話さなければいけないね。